前半が始まります。通常の試合とは違って40分ハーフで行われます。オフサイドは取れませんでした。サイドバック上がってきました。李平恩のクロス、いきなり決められてしまいました。先制点の欲しい展開が逆に早い時間に奪われてしまいました。イブスキ、キープしていいキープだと思いますね、斉藤、はい、ここまでイブスキはほとんどボールを奪われるという場面はありません。斉藤得意の左サイドからの仕掛け、仕掛けて仕掛けて入ってきた、入ってきた、チャンスになったシュートだ、そのまま入った、追いつきました日本。左サイドから仕掛けてきて、そしてシュートコースが空いて打っていきました。決めてこそ流れを変える仕事と話した斉藤、同点ゴールを生んで、さあ今度は高木、右サイドから宇佐美です。宇佐美も仕掛けてシュートきた、仕掛けてもいいと思いますね。日本最初のセットプレーです。でそしてニアサイドに走ってくる日本、ボールが入ってきた、ゴール正面、指宿、指宿の高さ、そして宇佐美、右サイド大きなスペースがある、そこに高木、チャンスになって1本、高木入ってくる、入ってくる、狙ったー、飛び込んだ、押し込めませんでした。前半10分、高木、いやこれ狙いましたが、そしてこれゴールキーパー上がったんですね。そうですね、いい判断したと思いますね。日本2つ目のコーナーキック、ニアサイド鈴木、スピードの動きを生かそうとするオランダ、センターバック山村、スライドして対応する、クロスが上がってくる、あふれになっている、シュートだ、飛びました、飛びました、早めに入れてくる、そしてスペースに17番ルコキの速さを生かそうとして振り切ってしまった。ここですね、前向かしてしまいましたよね。2対2の状況になって、そしてルコキのスピードを要注意です。逆サイドから選手も上がってくる、ルコキがかわしに入ってきた、また逆サイドフリーになりはず、攻撃へもう少し人数かければいいですけどね。横パスがミスになってしまった。山村戻った、山村戻りました。注意しなければなりません日本。次の1点を相手に与えてしまえば、そうですね、試合の様相は一変します。村松出る、村松出る、サイドバック大岩行きます、大岩上がった、中に2枚詰めてきました。斉藤ニアサイド、ファーサイド指宿、こぼれてくる、こぼれてくる、村松そのまま上がる、バックパス、反応どうか、斉藤、裏を通る、前に高木、中を選択して、そこに扇原、逆サイドに大岩上がる、さあ日本4人詰めてきました。大岩のクロスの精度はどうか、ファーサイドに流れてちょっと流れすぎてしまいました。指宿を追いますが、マイボールはそのまま、今度は斉藤、この角度からは仕掛けもあります。仕掛けてくるのか、クロスが一旦ボールを預ける、もう一度斉藤、さらに後ろから火が上がってきた、いいタイミングでしたけどね。確認してお伝えしましょう。いや、ないんじゃないですか、オフサイドありません。指宿チャンスになる、1対1になるのか、中を選択してかわした、かわした、後ろから宇佐美打てず、指宿シュートに持ち込めませんでした。攻守の切り替え要注意です。比嘉が裏を取られてしまった。そして早めのクロス、助かりました。流動的にポジションを変えています。指宿がマイボールにすればチャンス、ビッグチャンスになるところでしたが、宇佐美のプレッシャーフリーになった。しかしそこにディフェンス入る、村松いい対応でした。マイボールにした日本、宇佐美長いボール選択、ちょっとその精度をかけました。山村は高木を選択、高木大きなストライドでかわす、そしてためる、いいためですけどね、まだためてためてためて、その後早くサポーターどうか、一旦戻しました村松。一回ね、こう戻してしまうとゆっくりしてもいいかもしれないですね。大岩いいポジションに上がっていました。クロスきました、ニアサイド1人選手は戻ってきました。長いボールではなくスペースに出しました。そこに高木ターンする、2人に囲まれる、奪われず、扇原得意の左足に持ち替えてのクロス、ファーサイドに流れる、折り返せればチャンスですが、さあこの後のカウンター、ここね戻れるかどうか、扇原戻る、人数足りませんよ、4対3の状況、鈴木が戻るが間に合わない、グリエの突破、かわされた、かわされた、かわされたここはルコキ左に回って、この後ね仕掛けてきた、シュートきた、ルコキの前外れた、外れました。セカンドボール日本、宇佐美ワンタッチではたいて、斉藤得意の角度だ、角度だ、そしてヒールで流して宇佐美まだあります。あえてこう中に切れ込んでスペースを作った、ここを宇佐美選手が使ってシュートといいリズムで回ってますよね。宇佐美の前にこぼれる、逆サイド高木フリー、その高木を見た、ボールが通る、日本チャンスになる、2対1、大岩も来る、高木は大岩を選んだ、大岩のクロス折り返してるベンチからの思わずため息、2人を見なければならない。少しここはペースをつかまれて、あとは中の確認ですね。右サイド上がってくる、ルコキがターゲットになっている。ターゲットにしっかりついていました日本。今指宿はゴール前の守備に戻っていた。宇佐美仕掛ける、仕掛ける。斉藤フリーで上がってくる。あっとちょっと遅れてしまった。斉藤今度は右サイド45度からの仕掛け、入ってきた。股間を狙っていきました。股抜きを狙っていきましたが奪われる。荻原いい距離感でした。そしてスルーパス来た。オフサイドありません。指宿は、指宿は前を向かず、いいですね。斉藤から高木、センターバックの対応ですが。プレッシャーをかけて下げさせました。指宿ボールが取れるか、宇佐美よくサポートしました。まもなくロスタイム1分台に入ります。日本前半最後のアタックか。比嘉もオーバーラップをかける。その比嘉にボールが出る。中に2人待っている。指宿落とす。キープできません。ここで前半終了。日本先制こそ許しましたが、斉藤のゴールで1対1同点に追いついて、前半ハーフタイムを迎えることになりました。自分たちのコンパクトなサッカーですよね。そういうことは気をつけていきたいですね。後半が始まりました。日本は前半と同じ11人です。で、相手が仕掛けてきたときにやっぱり引いてばかりだとね、やっぱ勢い飲まれますから。また右サイドに回ったルコキのスピード、縦を切ろうとする比嘉ですが振り切られてしまった。クロスきた。屈指の力を持っているオランダ。レベルは高いですよね。いいターンですね。宇佐美仕掛けて、仕掛けてシュートを狙っていきました。ショートを使ってくる。ボールが上がってきた。山村の上です。振られそうになりましたが持ちこたえました。そして高木へスルスルと入ってきました。スペースあります。おっと、オフサイドありません。オフサイドありません。宇佐美決定的なチャンスだ。宇佐美はパスを選択。指宿押し込みました。日本。宇佐美選手が横にいたんですけれども、そこを飛ばして高木選手に出して、そこで前にいた宇佐美選手がディフェンスのタイミングを見ながらボールを受けたと。指宿選手がいましたからより確実な方を狙いましたよね。少しパスは流れ気味でしたが長い足が助けてくれました。プレッシャーも激しくなるはずです。長いボールが来ました。スペースに今度は斉藤が抜けていった。斉藤かわした、かわした。チャンスだ。斉藤決めてくれ。わずかに外れてしまった。ディフェンスの足も伸びました。しかし日本これで落ち込んではいけません。流れを相手に渡さないこと、強い気持ちを持ち続けることです。斉藤がいます。2列目の3人は目まぐるしくポジションチェンジをします。ルコキかわした。比嘉をかわして中に3人待っています。ルコキは外に出る。クロスを上がってフリーだ。後半の6分になるところ、ここもう突破されたところで、その後の選手、山村選手がフリーな状況ではいましたから、ペナルティーエリアで待つんではなくて、もう勝負いくしかなかったですよね。センターバック出ます。荻原前で奪おうとして奪いました。そして斉藤のフォロー、指宿の前にこぼれる。指宿シュートを狙っていきました。高さが注目されますが、むしろ今シーズンスペイン3部に相当するセビリア・アトレティコでは、こぼれ球、ポジショニングの良さが功を奏して20得点を挙げたと本人が話しています。オリンピックは中2日、この厳しい状況でどこまでできるかが日本の課題。さあ来た、斉藤に来た。スピードで振り切ってる、振り切ってチャンスか。浮かせた。高い。いや、しかし斉藤も福西さん持ち味は出してますよね。そうですね。仕掛けに行く、そしてボールをもらう前のこのタイミングの良さ、いいですよね。中に来てバックラインから選手上がってくる。1人かわした。2人目もかわしてフリーの選手を渡してシュートきた。止めてくれた。安藤止めました。まだあります。ルコキ、勝負する。かわした。戻りました。ここは山村よく戻りました。ファンハーレ入れる。正面に来た。トゥーロン国際、日本はまだメンバーチェンジありません。荻原いい位置で奪った。3対2の状況になった。外に流れる。指宿、宇佐美の選択。宇佐美サイドから仕掛けてシュートは伸びる。足が伸びました。オランダのディフェンダー荻原、さらに使う。日が上がってきた。ファーサイドにいる。指宿の前には通らず、まだあります。荻原が突っかけて中に斉藤入ってくる。倒れる。カウンター要注意。2対2。かわす。ルコキがかわした。ファーサイドに選手が流れる。遅らせることができるか。比嘉一人かわされた。ルコキのシュート、いやー助かりましたね。回させた中からしかしピンチになろうとしている。仕掛けてきた仕掛けてきた。サイドバックリヘオン、大津に代わって、あ、どうやら前線の指宿が変わるという情報が入ってきましたが、日本その指宿の前に来た。ここは足が伸びず、しかしセカンドボール日本。宇佐美仕掛ける、仕掛けて仕掛けて中に切れ込んでワンツーを狙う。奪われた、奪われた後が大事。中に3人待っている。クロス上がるかどうか。かわした、そして自分で仕掛ける。後ろも裏を取る形で斉藤、しかし、はい、山村のパス、左サイドに流れていた高木、スペースに入ってきました。比嘉オフサイドありません。チャンスになった指宿の前、指宿一旦通り越した。ファーサイドに投げる宇佐美の前、ルコキが仕掛けてくる。要注意人物ルコキ、再三の仕掛け、早めのボール、ファーサイドに流れる。ファンハーレンからのボール、そのまま狙っていきました。クロスバー、ボールを呼んでいる宇佐美。大津が右に流れる。マイナスのパスを待っている。中に宇佐美、ファーサイドに斉藤、仕掛けてきた仕掛けてきた。宇佐美、日本がいい形でボールを回す。扇原からのボール、濡れたピッチ、ボールが滑る。そして鳴を潜めていたルコキ、また来ました。しかし比嘉、ノーファールです。比嘉ファールありません。ルコキに立ちなさいというレフェリーの指示。かつてアーセナルに所属していたそのバラジテ、抜ける。そのバラジテの突破からね、よく体を入れました。比嘉体を入れました。しかしバラジテ粘る粘る、強いですよ。なかなか取れない取れない。斉藤も加勢に来ましたが、かわされるルコキ。ルコキ今度は左足のクロス、少し長くなりました。小柄な体で前半から奮闘、かわしてクロス上がってきました。大津飛び込んできた。オリンピック予選で数々見せました大津の飛び込み。お前出てこれますから。一気に慌てることなく、またこう作り直すっていうことね。落ち着きが欲しいですね。ルコキに来る。ルコキ早い。これでもこれでも。ようやくこぼれてくれました。西川取れず、サイドバックリヘオンフリーだ。日本危ない。助かりました。コーナーキック、ニアサイドに来ました。日本クリアする。セカンドボール、しかしオランダ。もう一度ファンハーレンの右足、遠いサイドにボールが来る。濡れた中で安藤よくキャッチしています。同点がついています。ベンチから急げの声。残り8分、宇佐美を呼ぶチームメートの声。右サイドバックの大岩が上がる。中に扇原も上がってきました。ファーサイドで斉藤もフリー。その斉藤の前にボールは届かない。高木かわす、こぼれてきた。チャンスだー、決めたー。日本3対2勝ち越しました。扇原決めました。高木のこの粘り、そして細かいパスワーク、最後は少しこぼれてきた中で斉藤がボールを止める。大津が呼ぶ。宇佐美、宇佐美仕掛ける。ちょっと相手の足がかかったが、まだエリアに入ってきた。仕掛ける、クロスきたー、抜けない、打てない。しかし後ろから山村のシュート、枠を捉えていました。出ますからね。それをやっぱりチームがどう理解できているかということは大事ですからね。高木の仕掛け、2人入ってきた。相手のファウルになった。ベルディからオランダへ。あの辺りの激しいオランダで1年間プレーして15試合で1得点、鈴木は2試合続けてのフル出場。水間粘った、マイボールした。よく見えてましたね、逆サイド。フリーの高木にボールが来る。うまくトラップして、そして仕掛けはどうか。右足に持ち替えてシュートきた。ディフェンスに当たった。コーナーキックになりました。要注意役の9番バランスのポストプレー、ね、キープ力ありますから。ワンタッチでくる。そしてここでの対応ですね。最後の戦いになった。カバーしてもいいと思いますけどね。動ききた、山村に当たった。コーナーキックになりました。もう肉弾戦になった。ボールが来た、安藤はじく、きれいきれい。まもなくロスタイム4分台に入る。日本守り切りました。日本勝ち点3、このトゥーロン国際で強豪オランダを相手に掴みました。日本先制を許しながら粘って逆転勝ち、3対2。よかったですね。いや、大きな大きなこの勝ち点3。